宴かレースかどっちもか。いいぜ、受けてたー。そんなことより先にレースをやってください。その後は好きなだけ梅酒飲んでいいんで。ということで皆さんこんにちは、ピカです。もうすでに次のチャンピオンズミーティングレオ杯のアナウンスが来ているのに全く育成をやっておりません。自作パソコンの改造をするために大量にアマゾンでポチポチしてパソコンパーツを頼みまくって、放送局は段ボールだらけです。いち早く編集を終えたいところ。なので関西競馬場のファンファーレが聞きたいと思う方が多いと思いますが、今回は決勝だけをお送りします。一般と純賞ファンファーレを待ち望んでいた方はごめんなさい。お祭りの主役は私だ。みこしを担ぐのは誰だ。前々回の ISI では一馬身差で惜しくも準優勝。今度こそ優勝成就なるか。3番北サンブラック、6番人気。ライバルのウォッカが初優勝ということは私にも成し遂げられるはず。今回のチャンピオンズミーティングの出走を熱望。最強牝馬はこの私だ。5番ダイワスカーレット、9番人気。闇から舞い降りてきた銀髪美少女、このためにキャンサー杯の環境でトレーニングを行って準備万端。頼むからちゃんと走ってくれ宣伝隊長。6番ゴールドシップ、7番人気です。今回はダイワスカーレット、ゴールドシップが初の決勝戦。ピカ放送局代表馬娘は人気が低い模様。決勝戦は熾烈なものになりそうです。1番人気はシシコトレーナー代表、9番タマモクロス、そして3番人気はアウテンミュンスタートレーナー代表、8番ファインモーションです。まもなくチャンピオンズミーティング決勝ファンファーレです。ウマ娘プリティダービー、キャンサー杯、オープンリーグ A グループ決勝戦、いよいよスタートです。舞台は阪神競馬場。チャンピオンズミーティングの決勝ファンファーレは各競馬場の G1 ファンファーレを採用しています。ピカ放送局トレセン部にとっては初の関西でのチャンピオンズミーティング。キャンサー杯は距離が 2200m と中距離、スタミナがある程度要求されます。馬場状態はやや重い状態での開催となりそうです。グレードリーグの切符を手にし微笑む馬娘は誰か。勝利をトレーナーに捧げよう。第2回キャンサー杯スタートしました。珍しくゴールドシップ出遅れがありません。その他の馬娘も良いスタートを切りました。このレースでは逃げが4人と位置取りが厳しい展開になりそうです。レース後半でどれだけのスタミナを残せ追い込まれず逃げ切れるかが勝負。さて逃げ勢の位置取り状況を見てみましょう。序盤の先頭を掴んだのはアウテンミュンスタートライナー代表、4番ミホドブルボン、そして1馬身半離れて3番の北サンブラック、外から5番ダイワスカーレット、そして最内からシシコトレーナー代表1番アイネス風神と続いています。また先行組で5番手は8番ファインモーション、そして今回は先行作戦9番タマモクロスが追走しています。そしてタマモクロスからずっと後ろに追い込み勢が3人、7番手にはゴールドシップ、そして1馬身離れて2番グラスワンダー、7番稲荷ワンが最後尾で落ち着きを取り戻しながら前を追っています。先頭から新外まで12馬身から13馬身前後離れています。先頭はミホノブルボン、2番手集団から3馬身リードを取っています。追い込み勢も少しずつ先行勢との差を詰めているようです。ここでファインモーションが2番手単独に上がりました。1馬身半離れてタマモクロス、内から北サンブラック、後ろからダイワスカーレットとアイネス風神が続いています。ロングスパートをかけているゴールドシップが並ぼうとしている。グラスワンダーとイナリワンがまだ様子を見ているのか。まもなく最終コーナーに入り最後の直線に入ります。中山競馬場と違い直線は短いぞ。スパートを間違えるなよ。先頭はファインモーションに変わった。日本のブルボンが2番手で粘っている。内川タマクロスが3番手、手番をかけている馬娘は誰だ。しかしゴールドシップが3番手に上がろうとしている。いやゴールドシップ先頭だ。ゴールドシップ先頭、ファインモーション、日本のブルボンが粘っているが、だが半馬身から1馬身とリードが広がった。見たか、これが前天隊長底力。ゴールドシップ強い。ゴールドシップ初優勝、そしてジェメニハイに続き2勝目。ピカ放送局トレセン部中距離グレードリーグへ昇格を決めました。